ファイアウォールの概念図ファイアウォールは、コンピュータネットワークにおいて、ネットワークの結節点となる場所に設けて、コンピュータセキュリティ上の理由、あるいはその他の理由により、通過させてはいけない通信を阻止するシステムを指す。ルーターに、その機能を実装したものは、そのルーターを指して言うこともあるし、そういったアプライアンス商品などもある。近年では、ネットワークの終端にあたる個々のコンピュータでも、 自分自身の防御のために外部と接続するネットワークプロトコルスタック中に望まない通信を防ぐフィルターなどを持っているものも多く、それらを指して言うこともある。外部からの攻撃に対する防御だけではなく、内側から外部への望まない通信を制御することもできる。ネットワークの利便性を損ねる場合もあるが、標的型攻撃などにより内部に トロイの木馬が入り込んでしまっている場合などに、その活動を妨げる効果が期待できる。名称の元となった英語のファイアウォールは防火壁のことであり、通過させてはいけない通信を比に例えている。以下では OSI 参照モデルに従ったレイヤによって分類しつつ説明する。OSI 参照モデルにおけるネットワーク層やトランスポート層に相当する IP から TCP、 UDP 層の条件で通信の許可、不許可を判断するもの。競技でのファイアウォールとはこのタイプのものを指す。このタイプはさらにスタティックなものとダイナミックなものとに分類できる。基本的には0や3で通信制御を判断するがフィルタの種類によっては0や4のヘッダーも参照する。すなわち TCP、UDP のセッション単位で管理するわけではない。 ただし、ステートフルパケットインスペクション型では、TCP、UDP セッションの一部も記憶して、判断動作する。例や 3IP パケットではなく、TCP、IP などの例や4トランスポート層のレベルで通信を代替し、制御する。内部のネットワークから外部のネットワークへ接続する場合は、サーキットレベルゲートウェイに対して、TCP のコネクションを貼ったり、 UDP のデータグラムを投げることになる。サーキットレベルゲートウェイは、自らに向けられていた IP アドレスとポート番号を、本来のものへと振り替え、自らが外部と通信した結果を返すという動作を、する。代表的なソフトウェア実装としてはソックスがある。また、ハードウェア実装として、0や4スイッチにも、この機能を持たせることができる。 サーキットレベルゲートウェイは、あらかじめ多数のポートを開けたりナットを用意しなくても、プライベート IP アドレスしか持たない内部のネットワークからでも、外部のネットワークへ接続できるという点がメリットである。パケットではなく、レイヤー7の HTTP や FTP といったアプリケーションプロトコルのレベルで外部との通信を代替し制御するもの。一般的には、プロキシサーバーと呼ばれている。 アプリケーションゲートウェイ型ファイアウォールの内部のネットワークでは、アプリケーションは、アプリケーションゲートウェイと通信を行うだけであり、外部との通信はすべてプロキシサーバーが仲介する。アプリケーションプロキシが用意されていないサービスについては、サーキットプロキシで対応することが可能である。このため、アプリケーションゲートウェイで許されているプロトコルで、トンネルリングを行うソフトウェア、 例えばソフテザーやハトプチューネルといった運用方法によってはセキュリティホールになりうる実装の利用をかえって促進してしまうという事例も近年目立っている。強すぎるセキュリティポリシーが迂回路を招いてしまっているとも言える。プロキシは単に中継するだけのものが多いがレイヤや7ファイアウォールはアプリケーションの通信の中身も検査することができる。 そのため、検査の仕方によっては、0や7ファイアウォールは相当な負荷がかかり、ファイアウォールの処理場も、通信上もボトルネックとなることもある。また、未成年に好ましくないコンテンツのみを、末端のユーザーには、プロキシサーバーの存在を意識させない状態で、自動的にフィルタリングしてしまうといった実装も可能である。なお、アプリケーションの通信の中身も検査するため、 電気通信事業者が自らが仲介する通信の内容に立ち入ってはならないという原理原則に反する検閲だと批判する向きもある。通信事業に携わる技術者や学者の間ではこういった種類のファイアウォールを設置するという発想を強く批判する向きもある。なお実際に ISP のプララがファイル共有ソフトウェア w i n ー i の通信を全て遮断することを計画。 発表し、それに対して通信の秘密を侵害する可能性があるとして、総務省から行政指導を受け、ウィニー社団は同 ISP ユーザーの利用者の選択に任せるとした事例もあった。上述のパケットフィルタリング型やサーキットレベルゲートウェイン型ではそれぞれレイヤー3スイッチやレイヤー4スイッチ等のハードウェア機器の一部機能として組み込まれていることも多い。 この場合、ある程度簡易な条件でしかパケット検査をできないため、簡易ファイアウォール、抗議のファイアウォールと呼ぶこともある。レイヤー7ファイアウォールは通信の内容まで検査するため、L7FW が本来のファイアウォールであるとすることもある。ソフトウェアによる実装としては、ユニックスでは伝統的にイ f ワが使われてきた。カーネルレベルで動作するため、 オーバーヘッドが小さく高速に動作する。MacOS でも IFA が実装されている。Linux カーネルには Iptebulls、Ipteames、Nftobulls 等が実装されている。Windows では ZoniRAM、NotInternet Security、WeirsBuster、Ntop Desktop Firewall 等のフリーウェアないし、商用アプリケーションが普及しているが、これらは Firewall というよりは、 ids に近い動作をしている。しかし、一般的に、ファイアウォールという語が防護のイメージを換気しやすいためか、用語は混乱して使われている。一般的には、パーソナルファイアウォールと呼ばれる。また、Windows XP では、OS の機能として簡易的なファイアウォールが標準で搭載されている。純粋にスタティックなパケットフィルター型ファイアウォールの実装としては、ナジスなどがある。 ありがとうございます。